力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼田の木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見物だな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を言えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが、逃げもいたしません。終わり。急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。頼む、聞いてくれ。集まるんだ。湿地へ逃げれば、はぐれる者が多く出るだろう。いい餌食だ。家族も友も、近所の者も連れてきてくれ。寺か、隠れ家にいいな。集まれ、こっちだ。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオらに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。準備は良いか。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうかノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。急げ、足を止める暇はないぞ。一人も置き去りにすることなく、皆をお連れください。早く出ないか、急ぐか。村外れで待ち構えておくか。
蔵に隠れるか。来たな。香炉に火をつけるとするか。煙はお気に召すかな。おい、うどん口張った。おっさん、出るじめて、セリムしたよ、お前。Дедер, тертен пено! Юматра! Оцей, ямартаж бидан байгаара! では何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。やめてくれ。何でもするから。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土郎の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。
同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。